原因不明のクローン病発症、戦線離脱を余儀なくされました。途中で何回ももうやめようかなと思ったんですけど、もうなんか弱くなったなって思われるのがやっぱ尺なんで、パワーアップして帰ってきたなっていう、そういう姿見せたいですね。飛び込むようなパウンドです。聞いてないはずないんですよね。強烈失神だ。前回から3年ぐらい空いちゃったんですけど、それの試合が見たいとファンの皆様が言ってくれる、そのおかげで今日戻ってこれました。どちらさん、ありがとうございました。俺は一番知ってたことよく入り上がって、本当かな、ずっとさ、でも、最後になってもいいやっていう気持ち。さん、ありがとうございます。本当にね、よかった。よく分かれた。本当に、よかった。1年前、あいつ49キロしかなくて、そっからなんで、ちょっと感慨深いです。本当に苦労してきたんで、報われてよかったです。ありがとうございました。やっぱ強いっすね。でも、ソヤ君、気持ちが本当強いから、シェイチ笑って。ソヤ君に勝てるとこって気持ちしかないじゃないですか。シェイチ笑ってるから、この人怖いと思う。楽しかった。でも、総合初めて一番楽しかったっす、試合。ありがとうございました。今後、どうしていきたいですか。そうっすね。まあ、体調が悪化しないように気をつけて生活しながら、まあ、呼んでもらえるのであれば、ライジンでまた戦っていきたいと思います。プライ級みんな強いんで、まあ、誰とやっても僕と面白い試合になるんじゃないかなと思うんで、はい。